刑事バイパス、刑事バイパス、刑事バイパスは、滋賀県草津市から、京都府を特に郡大山崎町に至るバイパス道路である。一般国道1号24号478号のバイパス道路として、バイパス一般道、自動車専用道路、高速自動車国道により構成されている。一般道路と高速道路、自動車専用道路及び、 高速自動車国道に分かれる。石山 IC 宇治西 IC 間の山岳部以外の部分については、地域交通を担う道路として、一般道、速道が整備されている。国道24号公転、大久保バイパス公転までの区間は、国道24号、瀬田東 IC 石山寺三丁目公転及び、大久保バイパス公転国道1号、平方バイパス公転までの区間は、 国道1号としてそれぞれ指定を受けていなお、国道24号公転宇治市、早草ぶさのぼり間については、宇治市道都道巻島線として指定されている。国土交通省、24時間交通量、平成17年度道路交通センサス両端で、名神高速道路に接続しており、大津市街、京都市街を迂回するだけではなく、 名神高速道路を補完する道路としての役割も兼ね備えている。高速道路ナンバリングによる路線番号は E88 が割り振られている。計画当初の刑事バイパスは、瀬田東 IC をグラ IC であり、純粋に大津市街、京都市街を迂回する役割のみを担う国道1号のバイパスとしての位置づけであった。その後の計画で、 明信高速道路の渋滞緩和と京都府の環状道路の機能を持つ道路づくりの必要性から国道9号バイパスであった京都丹波道路と掲示バイパスを結ぶ路線京都第二外環状道路が計画され瀬田東 JCT と大山崎 JCT で明信高速道路と接続するようにした京都丹波道路を含む京都縦環自動車道と京都第二外環状道路は 国道478号に指定され、一貫した整備が続けられた。ただし、京都第二外環状道路のうち、組山与度 IC 大山崎 JCT は、名神高速道路の改築事業として建設された。以上の経緯のため、事業路線名は以下の3つに分かれる。2003年8月10日に、大山崎 JCT 組山 JCT が開通し、これにより、 瀬田東 JCT 大山崎 JCT は、名神高速道路と、刑事バイパスの2ルート化が完成した。道路名では、利用者の分かりやすさ及び連続性から、大山崎 JCT 瀬田東 JCT において、刑事バイパスとされた。また、それまで、名神高速道路立東方面から、刑事バイパスに入るには、瀬田東 IC の出口禁所で、 それまでの通行料金を支払ってから、刑事バイパスに流入し、南郷 IC、または南郷本線料金所で、刑事バイパスの通行料金を支払っていたが、瀬田東 IC が直結化されて、瀬田東 JCT となり、同時に南郷本線料金所が廃止されて、名神高速道路と同一の料金体系に、組み込まれることになった。そのため、瀬田東 IC から、 刑事バイパスを利用した場合を除き、大山崎 JCT 瀬田東 JCT 間は、刑事バイパス経由でも、名神高速道路経由として取り扱われ、通行料金も同額である。名神高速道路 ETC 割引制度の対象道路としても、大都市近郊区間であり、早朝夜間割引、深夜割引等が適用される。1、上り線にと反車線あり。 降雪時には通行止めになる場合がある。24時間体制で除雪作業を行っている。名神高速が代替ルートとなるため、刑事バイパスの除雪作業は後回しになることがあり、規制解除に時間がかかる場合がある。24時間交通量、大道路交通センサス。名神高速道路に並行して、新名神高速道路が計画されている。現在は、 亀山 JCT、草津 JCT、高槻 JCT、IC 神戸 JCT が共用されているが、この新名神高速道路の大津 JCT、常用 JCT、IC と八幡京田鍋クティック高槻 JCT、IC の一部が、刑事バイパスと並行しているため既にバイパス機能を果たしている都市、建設。 強用しても十分な需要が見込めないとした旨の意見書道路関係4公団民営化推進委員会であった猪瀬直樹東京都副知事が当時の小泉純一郎内閣総理大臣に提出したことにより当面着工しない区間に指定され建設が凍結されていたしかし刑事バイパスは蒸気のような建設の経緯から休憩施設となる サービスエリアパーキングエリアが一箇所も存在しない、瀬田東、JCT、大山崎 JCT での再合流で渋滞しやすい、名神高速道路に比べて、カーブや勾配がきつく線形が悪いなど、名神高速道路のバイパスを想定した道路とは、なっていないため、特に交通集中期や名神、集中工事期間において、十分にバイパス機能が果て立ているとは言えない、状況である。 このために2012年に、大津 JCT 常用 JCT、IC と、八幡京田鍋 JCT、IC 高槻 JCT、IC の建設凍結が解除され、現在建設中である。刑事バイパスには休憩施設がなく、IC 利用者も少ないため、混雑することが少ない、名神高速道路の瀬田東 JCT を山崎、JCT には、大津 SAA、 桂川 PA の2カ所の休憩施設、京都東 IC、京都南 IC がある。しかし、瀬田東 JCT、大山崎 JCT が、名神高速道路に後付けで設置された構造である、特に用地の制約が大きかった、大山崎 JCT の構造は極めて複雑なものになっており、急なループを通って交流しなければならない。 瀬田東 JCT ともどもランプで原則運転が必要となるがゆえに、交通量が多い時期には、名神分岐部、合流部での渋滞が頻繁に発生している。第2京半道路の開通後は、名神吹田 JCT を経由していた車の一部が、角間 JCT、組山 JCT を経由して、刑事バイパスを利用するようになったことから、組山 JCT 以東の交通量が増え、 瀬田東 JCT を先頭とする渋滞が頻繁に発生している。東路線の宇治トンネルは国道1号の中で最も長い4313メートルであり、トンネル内は宇治東 IC、笠取 IC 手前500メートルを除き車線変更禁止である。宇治東 IC がハーフ IC であるため、宇治川東側からケージバイパスのすいた。 大阪方面に流入する場合、宇治西 IC まで行かなければならない。そのため、ラッシュ時は、宇治東 IC と宇治西 IC 間の一般道路部が渋滞することがある。この一般道路部は、ビッグスリンク未対応区間であるため、渋滞回避予測がしにくい。組山 JCT 付近では、開通前に映画、踊る、大捜査線、ザ・ムービーにレインボーブリッジを封鎖せよ。 の撮影が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。